イクバックで力入りすぎてるんですよ。こうやってさ、で、ちょっと、あ、ちょっと、あ、いいもう一回、力抜いて、力抜いて、でここは力入りすぎてるんです。リラックスさせて、で、はい、で、今ここを持ってきてるでしょ。いや、で、これをこう持ってきてるんで、ここをもうちょっと、ここまで軽く力抜いて持ってきて、力抜いて、ここまで持ってきて、前にポン、力抜いて、ここまで持ってきて、前にポン、はい、力抜いて、力抜いて、はい、はい、そっから力、こっから徐々に押し出す力を加える感じ、うん、そうそうそう、はい、はい、はい、力入ってる、まだ硬い、はい、力、ちょっとリラックス、はい、こう、はい、押し出す力で前、そう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 、力抜いて、押し出す力で持ってくる、そう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 、はい、いくよ、力抜いて、いや、これが今、こう力入ってるでしょ。これをまずここまで力抜いて、さあこの感じ、この感じ、この感じ、この感じで持ってきて、これからポンまで、そう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 、ここまで持ってきて、そう、綺麗になれた。そう、テイクバックは力を抜いて、テイクバックを引きが強くなったらダメで、そのイメージをつける。テイクバックは必要ない、テイクバックはもう腕を、ま、倒すだけみたいなイメージ。そうそう、力抜いて、あ、 OK、 だいぶ寄ってきたじゃないですか、投げやすくなってきたでしょ。で、肘をこう、じゃあ今度は肘をため止めて、じゃあ今度は前に、はい、あ、止めて、あ、こ、一番引き切ったところで止めて、はい、あ、止めて、はい、ここから、はい、出して、そう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 、力抜いて、そう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 、はい、力抜いて、止めて、そう、お、いいじゃない、え、綺麗飛んでるよ、あんな力入れなくても綺麗飛んでるから、テイクバックで力を抜いて、テイクバックで力を抜いて飛ばしてください。テイクバックで力を抜いて前に出す。テイクバックで力を抜きましょう。だから分かった？だから綺麗に飛び出したでしょ。今まではだけど、要するにたまに練習で一回もう一番下からもうテイクバックしないで投げる練習たまにしてみて。ここから、ここから。ここが下がる。うん、だからここを下げないで、ここを溜めてポンってやって、して、